ほー。ヤッホーってなんだろう。ヤッホーって、ヤッホーって言ったけど、編集点か。寄付。さっきエアコンつけたからまだ暑いな。楽しかったです。よかった。夜も暑いね。ムシムシだね。野球27度にしてる。物販はどうでしたか。暑かった。物販最近物販よくする。昨日もナイクルでスーパー物販タイムあって、今日も物販さんになった。物販さんすると みんな私のグッズを買ってくれるんだよね。サーヤンでお願いしますみたいな。サーヤン？絶対サーヤンじゃないでしょっていう方もサーヤン。サーヤン？ダイアナですかって聞かれなかった？その場合もあるのね。まあ確かにね、サヤンじゃないですって言ってもメンバーにちょっと怒られるというか。怒られますもんね。でもね、昨日くるくると物販したんですけど、9割ぐらいの方は、じゃあこのうちわをサイアンとくるくるでみたいな、高尾さんとクリスマスお願いしますみたいな。え、ダブル？え、あなたも、あなたも、あなたも。ヤンクル推し知らぬ間にめちゃくちゃ増えてる。
て、なんかくるくるかサーヤンかでなんか2列になってて、で選べたいんよ列が。そしたら最初明らかにサーヤン推しの方がくるくるの方に並んでて、あれ、え、そっちですかみたいな、はははは、みたいな、はははははははって言われて、いや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 みたいなだってさ、その2択はさ、その2択はさ、本心じゃない？びっくりしたよ。しかも一人じゃなかったし、びっくりしたよ私は。いつの間にそんなことになったのか。よし、私の方に並んだ方はサインとくるくるでみたい。サインとパセリも多かったけど、チームかな、チームが3人チームだったからかな。気を使ってくれたのかな。いろいろ考えましたね。暑さで気がおかしくなった。もうみんな買っちゃえって、みんな買っちゃえって感じで、暑さで、夏のせいでこれもうそれさ、何でもかんでも夏のせいって言ったらさ、よくない？全部夏のせいで頭が回ってなくてみたいな、全部それ言える。おー、じゃあしょうがないかって。すごいね、まさかいつの間にかそんなことになっていったとは。そうだよ、知らぬ間に。これが夏のスキヤご用心か。まあそうですね、STU 全体的にはすごくいいことですね。なんか帰ってきた話が。これが夏のスキヤご用心。でも今日の物販さんはもう結構サイン楽しでしたね。多分交代交代にメンバーが変わっていくから、その度にそのメンバーなんで個人的に購入していたのかな。そういうことかな。だいぶ読めてきました行動パターンが読めてきたぞ。物販さんになると、そう
行動パターンが見えてきますね。あれ？そうだよ。そう。分けてる。うん。むむ。でしょ。これは高尾探偵。高尾探偵です。高尾探偵の見解。イエーイ。そう、別に悪いと言ってないですよ。ただ行動パターンが見えてきた。だんだん分かってきたということですね。全然悪いとか言ってないですね。はい、あ、そうなんだって。なるほどねって。やっぱ分からない、分かると分からないだったら分かるの方がいいじゃないですかね。そう、いろいろ私もまあ。うん、察するよ。そう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 、察したり察したりいろいろね。なんかくるくる今日もサヤンさん今日あ美女いいですね。あ今日もって、昨日も言ってた。なんか今日美女いいですね。あ今日もも行ってきた。今日もなんか美女いいですか。あ今日もどうよ、めちゃくちゃいい子だから、めちゃくちゃいい子だからグルさん。面白いよね。いやいい子だわ。いい子だわ。そうだね、いろんな人に好きとは言ってるけど結局やっぱ私なのかな。やっぱ私なのかな。うん、ほんと最近めちゃめちゃ距離が縮まってきたんよ。
物販行くところ間違えた。悲しい。悲しい。テントね、いっぱいあったもんな。しかもね、アイドルもたくさん集まってきとったしね。やっぱ岐阜だから、東京アイドルフェスティバルだから。可愛いって言ってた。イエーイ。本当に。なんかだんだんどんどん暑くなってきてる気がする。なんかね、本当。ペダル終わって次弓力だったんですけど、弓力。弓力のとこまで移動して、でちょっと待ってる、ほんと数秒ぐらいでなんかめっちゃポワポワしてきてこれがまさか、これがちょっと危ない危ない合図って思ったけど、なんとかなんとかやりきりました。そうだって立ってるだけなのになんかめっちゃポワポワした。ねえ、よかった。 TikTok めちゃ載ってた私TikTok のなんか定点カメラみたいになってて、ずっと私端っこだったからさ、映っててさ、なんかちょっと照れました。時期確かに考えた方がいいよね。10月とかね。私もステージ見たかったな。全然見れなかった。ずっとあのバスで待機してた。ストーリーもずっとさやんあとストーリー見てないな。 TikTok ストーリー、あ、今回全然私交流してないですね、アイドルさんと。ずっとバスの中おったバスからテントまで移動して、でなんかテントからバスまで移動して、でバスからもうずっと車内。そう、なんかねお写真撮れたらよかったですけど、
あ、アンピーとミホリンは会えましたね。ちょうどエレベーターの前ぐらいで会えて。写真撮りましたよ。元気そうでした。ほんと偶然会えた。全然、でもなんか久しぶり感もなくおおみたいな感じで。元気そうねって。そうそう、よくね、うん、そうそう、確かにメンバー同士だったらそうね、そんな感覚かもしれない。ライブしとる姿見れたらよかったけど。そろそろのそろ終わりの時間がやってきます。そこをなんとか。今来たばっかり。ちゃんのことめっちゃ可愛いってた。嬉しい。ちょっと私岐阜のちょっとちょっと調子が良いかもな岐阜。調子良いかもな。仲間入りしてくれたらいいね。変わった。A ちゃん、バリーさん、神戸のヒッキーさん、みつるんさん、せいやんさん、つりけんさん、マイセンタン、メガバイトちゃん、フジポンさん、台湾のコウさん、コッペさん、さとけんさん、キチネさん、コーラさん、ミッチーさん、猫のおかずさん、ゆいぞーさん、オーサムさん、セミコロンさん、フーちゃん、マナベーさん、ラティアさん、ヨウヘイさん、ユウスケさん、ホタテサマー、トウノウさん、ロックオンさん、コロスケさん、トットリタロウさん、ニンニンさん、グチさん、ブッチさん、マピさん、リオさん、ありがとう。ありがとね。じゃあ私は夜ご飯でも食べるか。
その後寝ます。その後寝ます。昨日ね、私何時だっけ、2時か3時ぐらいに寝て、で4時半ぐらいに起きたっけ。でもなんとか全然、やっぱ移動中に寝たら全然人間って動けるもんですね。なんかね、最近ね、そうなんよ、なんだろう、眠りが浅い、疲れてるはずなのになんか眠くないのか疲れてるはずなんですけどね。でもなんかなんて言うんだろう、まあそれも無視しながら寝て、ちょっと浅いって、そうよ、もうね、そう、自分にそうね、必要のないものはどんどん無視していかんとね。悲しいこととかあっても無視していかんと。結構ね、そう、昼、お昼の後からのお仕事の時は3度寝ぐらいしてますね。3度寝がダメなんかな。てかもう遅く寝るのが一番ダメかも。それやない、一番。今日はだからとりあえず今からご飯食べたら12時半ぐらいになって、でぼーっとしちゃったら1時やろでお風呂入って1時半で髪乾かすのんで2時でまたぼーっとしとんので2時半でわーって焦って寝る準備して3時よ。なんかわからん、ぼーっとしてしまう、ぼーっとしてるっていうか気づいたらもう時間経ってるの、よくわかんない。うん、アイス、ご飯食べたら食べるけど、ぼーっと、ぼーっとするの好きなんよね。時々配信でもぼーっとしてるもん。時々ぼーっとしてるやろ私。あ、ぼーっとしてましたって。時々ね。まあ気にしないで、そういう時も。結構平常だから。じゃあねー。バイバーイ。おやすみ。